どうもドワズルです。はい、ということで本日もこちらクラッシュロイヤルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで本日はね、あるプレイヤーを紹介していきたいと思うんですが、こちらディープのライナーさん、なんとですね、無課金で展開に行ったプレイヤーでございます。今シーズン6426ということで、すごくないですか？ありえない。ありえないぐらい上手いと思うんですが、無課金、つまりスーパーレアとウルトラレアね、入ってないんですよ。いわゆる貧乏ホグって言われている、こちらのホグライダーデッキで、レアカードとノーマルカードだけの組み合わせでね、展開に行ったと。世界中の上手いプレイヤーがいろいろなデッキを駆使して、6400目指してる中、スーパーレアなし、ウルトラレアなし縛りは、すごすぎる、マジで。もうとんでもなくね、尊敬しているんですけれども、こちらの、ライナーさんのリプレイ、今回特別に見せていただけることになったので、リプレイ紹介、させていただきたいなと思います。で、今回、6400付近でのリプレイをね、お願いしたところ、いろいろなデッキの立ち回り、6個ぐらいリプレイを、もらったので、3-3で分けて、2本の動画でお送りしていこうかなと思います。これ1本の動画でね、サクッと終わらせちゃうのはもったいないというか、需要もすごいと思うんで、やっぱり無課金でやってるっていう人もいると思うし、ホグライダー使ってるよっていう方もいると思うし、なかなかローリングウッドとかのレベルが上がらなくて、このファイボザップの組み合わせっていう人もいると思うので、ジャックホグ、ジャックさんの使ってるホグライダーと違うのは、ノーマルの、ここナイトですね。ナイトが、アイスゴーレムのところがナイト。そしてローリングウッドのところがザップという感じで、チェンジされていますので、まあ、そちらをね、注目して見ていきたいなと思います。若干やっぱ立ち回りが違うらしい。といったところで見ていきましょう。まず一つ目、このリプレイからね、マジで驚きですよ。ちなみに相手もめちゃめちゃトロフィー高くて、上手い方ばっかりなので、まあ、かなりハイレベルな戦い予想されますが、見ていきましょう。ゴーレムとか、ねえ、やっぱなかなか突破できないと思うんです。突破できないというか守りきれないと思うんですが、さあまずアイスピーを当てつつ、今回相手ゴーレムじゃないですか。ここでゴーレム出してくるんですが、右にマスケットを出したんですが、ここは左で形を作っていきます。よくやっぱりね、重量級には逆サイド逆サイドって言うんですが、ただ単に、なんていうの、何も考えずに逆サイド刺すんじゃなくて、まあ、ゴーレムに対しては、まず1対1で降り切るときに、まあ、相手が降りたい方向とは逆サイドを降りに行くっていう意識でやっていく。さあ、ここはゴーレムが最大距離ね、歩いていくこちらの大砲の位置で、この施設の位置とかはね、もうしっかりと、ゴーレム最大距離歩くところからのマスケットでしっかりメガゴー処理、そしてナイトで、相手のホバリング砲じゃないわ、ムートを処理していくといった感じです。ムートも最近強いですからね。ゴレムートは本当に突破力高くてなかなか守りきるの難しいデッキですが、さあ相手もここでローリングと転がしてくるかな。ローリングと転がしてきて、ここでまたホグライダー、手札管理もしっかりできてて、相手が、トルネードまだ回ってきてないタイミングとかでね、刺していくっていうのがポイントになってきそうです。さあ、ここで一発入らずに、ただ相手に、コストかなり使わせて、しかもダークネクロ使わせてますからね。ゴレダークネクロは本当に、ゴレダクネの形を作らせると本当に厄介なんで、まあ、ここでダークネを使わせたのはでかいと思います。さあ、こっからのゴーレムの防衛も注目して見ていきたいですが、さあ、相手がこれもう、あれですね、ゴーレム、次、展開する前に、ホグライダーまた形作って回していくと。さらに、ファイアーボールプラスの、ムートがやっぱりカウンター非常に強いんで、ここでファイブを打っといて、ザップで、ムートを止めていく。この相手の陣で、ムートをもう解体してしまうっていうのが一つポイントみたいです。ファイボザップをもう攻撃と一緒に絡めてね、タワーダメージも重ねて、ムートを処理することによって、ここで相手ゴーレムまた展開してくるんですが、ここからはゆっくり守っていきます。ここがね、なかなかやっぱり守りきれないポイントで、相手のゴレの後ろについてるダークネクロ、これがめちゃめちゃ厄介です。さらにここ大砲でしっかりと相手の、ゴーレムがね、最大距離歩く位置に展開していくんですが、さ、ここのホグライダー後ろからは、前からじゃダメなのかな、どうなんだろう。さ、アイスピ立てて、しっかりと後衛ニットから処理していこうと思うんですが、相手ももうここ攻めでトルネード使ってきて、右がなかなか止めれません。さあ、スケルトンでうまく、あ、ここのアイスピもうまい。今のアイスピ見ました皆さん。今のアイスピも、ローリングッドが来ることを警戒しての、若干左に寄せてからのアイスピでした。さあ、ここ右、なんとか守り切りたかったんですが、やられてしまいまして。さあ、ここマスケット前からのホグライダー。これなんか意味あるのかな？ホグライダーにすぐターゲットが行くんじゃなくて、マスケットにあえてターゲット行かせることで、わかんない。ホグライダーのタゲ、もしかしたらホグライダーを、先行させたかったけど、後ろに行っちゃったのかもしれません。さあ、ここはゴーレム形作られて、これ結構もうピンチの状態ですよね。相手もこれは、ポイズンを打って形がっつり作ってきますが、これに対して、さあ、マスケット、
プラスのナイトでうまく守っていく。ザップでターゲット変えましたね。なんとかキングターン守りきりまして、てかこれを守れるのが本当にすごい。しかも相手トルネード持ってるんで、ここもダメージ抑えられちゃうんですよね。過剰防衛されてダメージ抑えられて、さらにここからまたゴーレムで形作られるんで、こっから勝つのがマジですごいな。さあナイトプラスのマスケットで大砲で位置をずらしていって、その隙に高ユニットをしっかり処理、アイスピとスケルトンを使いながらダークネクロ処理していきます。呪文でやっぱダークネクロ処理できないのがきついですよね。さあここはなんとかキングタワーも処理して、ナイトで相手のムート、そしてその隙にホグライダー飛ばしていって、さあここでトルネードされますが一発入るかな。マスケットを加えることで、さあユニット出してきたユニットも処理。さあ残りキングタワーも相手の右のタワーも体力少なくなってきましたが、ここを無視するわけにはいかない。さあナイト出してターゲット取って、で次のゴーレムやムートに備えます。さあここでホグライダー、ここもなかなかできないかな。入るかな、一発入って、あここでファイボ圏内ですね。いやーすごいな、ゴレムートプラスのダークネクロをしっかりね、あのキングターンを守りきる。相手も形できてるんですが、そこを落ち着いて処理できるのが本当にすごい。だってポイズン打たれてさ、あの防衛説あったらなかなかこれ止めきれないですよね。ホグライダー上手い人って本当にこう繊細というか、一つ一つがねめちゃめちゃ上手いです。続いてスケラ見ていきましょう。対スケラですね。さあまず様子を見ていきますが、これ高回転といえど、まあ、1コス1コスプラスのナイトマスケット大砲、このナイトとマスケットと大砲がすごい防衛の要になってくるので、ここら辺の使い方に注目してね見ていきましょう。さあここきっちり守りましたね。今左ちゃんと2コスト使ってきっちり守って、さあここはホグライダー一発入るかな、一発入れて相手がローリングウッドと、4コスのねインフェルノドラゴンを使ったんで、まあ、若干こっちがエリクサーリードと。さあナイトでうまくこう1コス使った後なんで、ナイトでうまく、インフェルノドラゴンのターゲットを取ってタワーダメージを抑えていきます。でここで相手アウトローを出してきて、ファイブをもうすかさず打ちましたね。迷わずファイブを打って、まあ、あのホグライダーが回ってきてない状況なので、一旦ここから後ろからマスケットよりもちゃんとファイブを打って相手の様子を見ていく。さあここです。このね、相手のスケラに対しての防衛なんですが、結構積極的に大砲を打っていきます。さらにここホグライダーで相手のアウトローガールのターゲットを取りながら、まあ、なんとかダメージを抑えていって、さらにホグライダーでカウンターを取っていく。結構ポイントとしては、相手がスケラでこうエリクサをがっつり使ったタイミングで、守りきれないタイミングでホグライダーで差し込んでいくイメージでね、相手のエリクサが少ない時に攻め込む。まあでもそれ言われてもなかなか難しいですよね。難しい。で、あのスケラの防衛の仕方がすごい上手いんで、まあ、そちらにも注目してみていきましょう。大砲と、マスケットをうまく使ってスケラを完封し、完封っていうか、抑えて、でさらにその後ナイトとかを使って相手のねこう縦役のユニットを処理していきます。でここあの右無視ですね。こう高回転ホグちょっと私イメージなかったんですけれども、高回転ホグでもこんな感じで捨てて、逆サイド狙いに行くっていう戦術があるんだっていうのがまた新しい一つの発見でした。ゴーレムとかだったら結構今右でガッツリ来た時に左にゴーレムの形作って、まあ、捨てていちいち持っていくってことはよくするんですが、このホグライダーでもこのいちいち、狙っていくんだっていうのがすごい新鮮でしたね。さあここで相手インフェルノドラゴン、インドラが結構腐っておりますが、さあここで相手のあれですね、スケラ警戒でナイト出しつつ、さあアイスピをうまく回して、でここで大砲プラスナイトで守っていく。スケルトンも足して相手に呪文を使わせたくなるようにして、さらにここマスケット守って、さあさらにもう攻撃の形、相手の墓石を破壊して、さらにアイスピうまくインフェルノドラゴンを左に寄せてからホグライダー。さあここはどうだ、ザップは打たない。さあ相手ローリングウッド使ってくれたんでちょっと美味しいですね。でこっからまたスケラが来るかな、相手のスケラが来るタイミングでの守りがねめちゃめちゃうまい。さあここザップで即飛ばし、ホグライダー2発ぐらい入るか、2発入ってさらにファイアーボールでノックバック、3発入りましたね。インフェルノドラゴンもノックバックするようになって、まあ、若干弱くなりましたが、今の環境やっぱファイアーボールが強いのかな。ここ真ん中からナイトが、真ん中からアウトロー出てくることを予想して、もうナイト先置きですね。で大砲でスケラを守って、ナイトでアウトローの、ターゲットを取ってみたいな感じで、結構相手のねこれ勝負どころだったと思うんですよ。アウトロープラスのスケラで10コスト使ったのを6コストで守って、そっから、ホグライダーを刺していくと。アイスピで止めてホグライダー刺していって、ここ墓石が来るのを予想してファイボー、
で一発入れて次もファイボ圏内ですね。いやーもううますぎる以外の言葉がマジで出らん。ここも真ん中からのアウトローにはないと、でスケラには大砲っていう感じで、しっかりスケラに対してね、防衛の形を作っていって、最後ファイボまで回してフィニッシュという感じです。あそこもやっぱりもう次の相手の防衛の形とか次の相手の攻めの形っていうのをしっかり把握した上で、もうさらにもう先に置いてますからね。本当にすごい。でしかもこれって先置きの例えばファイボとか先置きのナイトとかがミスったらもう終わっちゃう、そんなレベルの高い戦いじゃないですか。そこをうまくねかいくっていくのがもうとにかくすごいです。さあということで、今日のラスト見ていきましょう。今日のラストはこれラバハンドかな、ラバハンドデッキの、リプレイです。ラバもなかなか難しそうですけどね。あのラバとバルーンの形を作られるとこのマスケットとファイボとかしかないんで、こう守りがなかなか厳しそうですが、さあここでも形を作っていきます。さあこの状況でもうだいぶ相手がこれはもうラバハウンドかなっていう感じですよね。墓石、そして、バルキリー、ガーゴイルと出たらまあ 99%、墓石を使ってるデッキが最近だとね、ラバハウンドか、まあ、スケラが多いので、さあここで、期待通りというか予想通りのラバハウンドが出てきました。でこのラバハウンドに対して対空がマスケットと、まあ、アイスピプラス呪文とかしかないので、ここは意識的に、大砲を内側に寄せてラバハウンドのターゲットを取れる位置に、大砲、ここら辺の大砲の使い方も勉強になりますよね。さあさらにここでアイスピからのさあホグライダー飛ばしてって、ここ相手がファイボ打ってきてファイボザップで処理してきたのを見てしっかりこれ大砲真ん中に、これうますぎるわ。本当にうますぎる。相手もこれファイボザップかなり勝負のファイボザップだったと思うんですよね。今回ライナーさんが使ってるホグライダーが多分対空、少ないなと 2.6 ホグみたいな感じで、そのマスケットしかないだろうなっていうのを予想しての、しっかりね、マスケ潰しのファイボザップで6コスト使ってきて、まあ、そこを、見計らってね、右のタワーも捨て気味できたんですが、まあ、それをもうキングタワーの、あの誘導に変えちゃうと。今の大砲からの大砲マジで見習いたい。なんじゃあれはマジなんじゃあれは戦術ですね。本当にうますぎる。さあそしてここで 1-0 に持ってきましたが、まだ終盤ね、こっからがラバハンドどんどん攻撃展開してくるので、ここで後ろからのホグライダーちゃんとスケルトを真ん中に置くことでマスケットにターゲットがいかないようにして、さあここきついよ。ホグライダーとナイトでうまく、相手のねメガゴのターゲットを取りながら、まだここはさあファイボちょっと外れちゃったか。さあただ全然入りません。これなんで入らないか不思議だよね。本当にナイトとホグライダーもあの盾役ユニットになってますね。特にホグライダーとか。さあここは相手もうまくてしっかりマスケット処理してきますが、ここは落ち着いてアイスピで止め大砲で寄せていく。この位置だとラバハウンドも、バルーもね吸わざるを得ないので、しっかり吸ってすっかり吸って、さらにここで大砲。この大砲の位置マジで覚えとこう。本当にまあ大砲あんまり使わないんですけど、私この大砲からの大砲はマジで高回転においてはマストと言ってもいいほどめちゃめちゃ勉強になる位置です。さらにここでさマスケット展開して、いやうまいわマジで、本当にうまい。なんでラバハウンドこんな通んないの。さあグッドゲームでございました。結構バルーンに対してファイボとかメガゴに対してファイボ使うのかなって思ったんですが、そういうことはなくて、ラバハウンドのパピーにファイボ使って、あとはもう大砲じゃないわ、バルーンとかは大砲からの大砲でうまく誘導して全然タワーに向かわないような、形を作ったりですとか、あとメガゴが全然機能してなかったですね。後ろから出してきたメガゴに対してナイトとかアイスピーとかスケルトンでうまくねターゲットを取って、気づいたらもうメガゴがあのタワーに到達した時には誰もいないみたいな、そして誰もいなくなった状態を作っているみたいな、そんな感じの立ち回りでございました。というところで、もういろんなデッキとの戦い見れば見るほどねこれ勉強になると思いますので、ぜひともね無課金で、トロフィー高いの目指している方とか、あとホグライダー普段使ってるよっていう方とか、高回転が好きだよっていう方は、次回のね、こちらライナーホグの、ライナーさんのホグライダー紹介動画、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。結構これもう見るだけで目から鱗の本当にね、素晴らしいプレイなので、ぜひぜひ次回も見ていただければなと思います。ライナーさんマジ神めっちゃうまい、めっちゃうまい。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。